君を招待したいと思ってたんだ、出会った時から。だから俺を失望させないでくれよ。さあ第9章やっていきましょう。金木が、前回連れ去られたんですかね。でこれも拷問受けてるんだろうか。よし行こう。ここを耐え抜けばいいのかな、とりあえずは。まあこの拷問部屋、拷問部屋っていうかドームみたいなところですね。下がこのチェス版みたいなやつ。セイウェイ。あれ、おっと、これ月山の方がいいな。まあ、キャラもだいぶ強化してるんで、まあ、かなり強くなってますね。うん、敵がサクサク溶けていくな。特にね、月山はね、何かとこう優先的に素材とかいるんですけど、まあ、とりあえず月山を限界まで育てた後にこの後のアキラとかアモンを育ててる感じしてるんで、まあ、一番育ってるのは月山ですね。エッセンシャル。どんだけザコ湧いてくんだ。あ、これでラストだな、こいつ。なかなか硬いな。今のアモンが吹っ飛ばしたのかな。エッセンシャル。いいね、いいね。おっと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 、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。時々さ、すげえ渡してくるよな、敵。さあ、そろそろ終わりにしようか、じゃあ。いいね。くっそ、うっとし。大して食らわねえのにさ。投げんだよ、技の時間が。1回。あれ、これ外だな。うわー、なんか火の壁があるし、これどうすりゃいいんだろう。うわ、やべ、強え。ちょ待って。敵の操作感クソ強えんだけど。家庭士やば、妙に家庭士よ。うわ、しかもこいつ回復取りよる。またこいつ AI が働いてるぞ。なかなか回復取りよるぞこいつ。オーケー、一匹倒す。待って、ヤモリいるんだけど。ヤモリいるじゃん。うわって、めっちゃ食らうしょ。んでクソ食らうんだが。いや、ちょ待て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 、操作感強すぎる。オーケー、ヤモリ倒していく。ヤモリよりさ、このさ下っ端操作感の方がさ何倍も強いんだけど、なんでまだヤモリ出てくるんだよ。さっき死んだだろうが。やべ、これまだ死ぬわ。危なかった、なんとか耐え抜いたけど。待って、ここに来てなんでこんな敵強くなったんだ急に。あ、また拷問部屋だ。金木君、この数日でよくわかったよ。君は肉体はもちろんだけど、精神も案外タフだ。そこでちょっと趣向を凝らしてみた。じゃああれだね、ネジ。待って、趣向を凝らしてみたって何なんだっけ。なんかさ、指をプライヤーでねじ切るやつじゃなかったっけ。違うかね。もうムカデだっけ。あ、ちげえわ、あれか、あの殺すやつか。選べのやつだったっけ。早く、どう
アモンもめっちゃ攻撃力高いんだけどな。なんかこの1回のコンボに3発までしか打てないっていうのがなんかあれだな。付け山だったらこうザン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 みたいな。あ、そうだ、今日稚魚博士をね使おうかと思ったんだよな、忘れた。オッケー、ヤモリかなこれ。勝って勝手を振る舞えるのは強者の権利。勝って勝手を振り舞えるのは強者の権利だよ。築山に変えよう。せいせいせい、やばい、来る。せい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 、ひょひょひょ。やばい、来る。まあね、そろそろ、あ、まだかな、まだアニメの方では築山は出てこないか。まあ、今からオークション編なんで楽しみですね。銃像のねガシャンのねシーンが好きなんで。あそこがアニメでどうなるか。あ、これあれじゃん、もう金木のおなじみの。どちらを殺すか選べずにいる金木の目の前で愛し合う男女は二人とも殺された。心も体も極限状態になったから。当人の能力不足。その通りじゃない。マップっていうかステージやばくないこれ。あ、金木いるじゃん、しかもなんか勝手に。一方、捨ててでも守らなくちゃいけない時があるの。あなたはまだ傷つけられる側でいられる。ヤモリのようなやつを許せる。そんなの許せない。お、金木だ。お、俺このイラストなんか何が初めて見たような気がするんだけど、あのグルカルやってた人ならわかると思うんですけど、グルカルの絵がねすごく使われてるんですよ。これグルカルにあったっけ。なかったよねこの絵。僕の居場所を奪うやつは容赦しない。私を受け入れるということ。違う、そうじゃない。僕があなたを超えればいい。無様だな。リゼを倒せばいいのかなこれは。うお、来た。お腹優しくかき混ぜてあげますからね。リゼだ。あ、しかもなんかあれ画面の見え方が違うじゃんいつもと。横画面じゃん。あ、こっちの方がいいな。つかリゼ強えな。あのさ、リゼのさ、カグネがさ地面からドラーって出てくるやつ、あれが強えんだよ。あの範囲攻撃が。この間合いだな。いや、めっちゃさ青切りさ打ってくんじゃん横からくっそ打ってくんじゃんお前ら至近距離でさやべえなマジで。リゼの範囲攻撃で死ぬだろあれ。全部あなたのせいよ。あ、ひなみがいる。今度はひなみがいるんだよな。ひなみスキップしてるけど、カグネをバタつかせながら。これもしかしてボスいる。まだか。まあ余裕だとは思うけどね多分。
案外硬いね。うわー、またいるよ、釜野郎。レイ怖い。あれ、おっと、よし。あ、待って、後ろで戦ってる。うわー、ひなみ、お前何やってくれ。無知でしばくな。ひなみを無知で叩くな、お前ら。お前ら、そういう性癖あんのか。こっち、どっちだ。わあ、なんか後ろ、あ、待って、こっちも来てんじゃん。あれ、おっと。あ、出た、このランスのやつな。強えんだよな、こいつ。全然 HP 減らねえんだけど。築山に変えよう。エッセンシャル。あとちょっと。その調子で楽しませてくれ。オッケー。いや、このランスのやつ強いよな。やっぱり硬いんだよな、なんか。防御してんのか知らねえけど。オッケー。いいね。なかなか話が進まねえな。いやー、こいつら厄介。待って、お前移動すんな。お前ら厄介だな、結構。待て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 。オーケー。右側にも進む方向は一応あったけど、後で行くのか。これは一応あれだよな、青霧のアジトの屋上だとは思うんだけど、アヤト出てくるかな。半殺しにしてほしいんだけど、やっぱこれはあれか、ルート A の話に沿ってるのかな、こっちのゲームを。半殺し見たいんだけど、そろそろゲームかなんかでよ。うわ、強そう、こいつか、ボスは。いいね、エッセンシャル。あららららら、ら、出た出た出た、それそれ、ベイブレード。あ、やべ、またベイブレード来る。これさ、避けられないんだよな、範囲が広すぎて。多分ね、避けようと思ってね、外に逃げてもすぐあれ、あの、引っかかると思うわ、逃げきれなくて。オッケー、まあ勝てるんですけどね。さあ9の7いきましょう。ああ、これはさすがに進むかな。ああ、金切る。楽しい時間ももう終わりなんだ。カグネが今見えてる。ヤモリでちょうどカネキ見えないけど、カネキいたぞ今。ちゃんと椅子もあるし、ほんで。食ってみろよ。全部お前のせい。暴走ヤモリだって。あー、暴走ヤモリ。いやー、カネキ使いてえなー。カネキ使いてえなー。おお、怖い怖い怖い。おお、あの金木欲しいな。
あれ圧倒カネキだろう、イラスト。多分この前なんか来てたんだよな、一瞬。やば、範囲だ。いやー、あの金強しいっすね。吹き飛ばせ、おい。いや、さすがにヤモリ HP が多い。オーケー、月山に変わってもらおうか。じゃあいいね。エッセンシャル、おお、飛んでった。これで終わり。よし、急所終了っと。この世のすべての不利益は当人の能力不足というリゼの言葉の意味を金木は思い知った。何かを捨ててでも仲間を守らないといけない時がある。青霧が力をつければいずれ二十区にも大きな被害が及ぶ。大切な仲間を守る力を手に入れるため、金木は自らグールになることを得。お、待って、途中で切れたぞ、お前。最後まで言わせてあげて。あれ、10章いけないんかい。10章になるにはね、ランクを35って書いてんな、35まで上げないといけないみたいですね。現在僕のランクが、どこだ、32なんで、あと3つランク上げてからまた10章やっていきたいと思います。というわけで、今回はここまでということでね、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。